世界一辛いカレーがあるって聞いたんですけども、インドの方ですか、うん、食べれない、うん、あの食べるのは甘口なんですけども、食べ物じゃない、うんうん、めっちゃ笑ってんのがちょっと頭がない。皆さんこんばんは。辛いものには滅法強い元男の子の青木かのんです。私が今いるのはですね、池袋のサフランさんっていうインドカレー屋さんなんですけども、なんか噂に聞くと世界一辛いカレーがあるということなんで、激辛ハンターの青木かのんが食べないわけにいかないです。数々の私は激辛料理にチャレンジしてきたんですけども、韓国人の人でさえ食べるのが無理と言われてるチキンも私食べましたし、世界一ってのは嘘なんじゃないのっていうことを証明するために来ました。サウランさんのご協力のもと撮影させていただいてます。すいません、注文いいですか。世界一辛いカレーがあるって聞いたんですけども、どのくらい辛いですか。はあ、はあ、どうですか。あ、ブートジョロキア使ってるんですか。だいたいどのくらいの方がチャレンジして何人ぐらい食べ、 10% だけ。 10% ですか。 10% だけ、はあ、なんか持ってきた。今までクリアできたのが4万5000人中3000人しか食べれてないですか。え、お兄さん食べれます。インドの方ですか。食べれない。食べれない。あ、でも食べれると思うんで私、あの、じゃあそれ1人前お願いします。え、そんな辛い。世界一辛い唐辛子ブトジョルキを使った当店オリジナルのチキンカレー、単に辛いではない味わいの深さが評判。え、何ですかこれ。名前と名前これ証明必要なんですか。まあでも書けばいいんですよ、オフィカなんて。書きました。で、ここの店はですね、あの辛いだけではなく普通にそのマイルドな辛さとか、まあ、味が選べるらしいですね。個人的に気になるのがバターチキンカレー、そして普通のチキンカレーとか、あとエビのカレーとか、まあ、いろんなメニューがあります。え、うわ、もう来た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 。美味しいですね。おい、なんだ、うわ、な、なんなんだこれは。頑張ってください。あ、わかりました、頑張れます。頑張れください。え、でも一見普通の、普通のなんか色、美味しそうだな。で、このな、なんだろう、なんか美味しそう。なんだっけに、ヨーグルト、うん、あ、じゃあそれ一つ、はい、うん、いい匂いだ。最初にヨーグルトを、別にその辛さ対策とかじゃなくて普通にヨーグルトで、ありがとうございます。じゃあ世界一辛いと言われているカレーを食べていきます。余裕ですよ。いただきます。とりあえずあのヨーグルト、うん、無糖な感じで、これ別に辛さ対策とかじゃなくて普通に美味しいからですよ。うん、戦闘開始。あ、美味しい、美味しいな。あの、なんかバターの甘みもちゃんとあって、なんかお肉の甘みとかもいろいろあるんですけども、スパイスの味とかすごく効いてて美味しいです。うん、なんか熱い。なんか私が普段あの食べるのはあのココイチとかの甘口なんですけども、なんかたまにはいいですね、こういう。なんかおかしいぞこれ、なんか足がしびれてきた。うん、やばい。
喉乾いた。あ、やばい。飲み物飲むとダメなんだ。韓国のチキンは死にそうなんですけど逃げ場があるみたいな。これだと液体なんで逃げ場がないんですよね。継続的な地獄っていうのが私の今の例えですかね。曲げました。食べれません。これで目の前に水があるんですけど、これを食べる人は飲んじゃダメっていうことで、もう少し食べないと視聴者さんに顔向けできないっていうことで、ちょっと食べます。怖いよ。もう鼻ずっと汗が止まらない。これは世界一辛いっていうだけあって食べ物じゃない。これ美味しいって言って食べる人いるのかな。何しか進まないよ。何なんだ。いきます。バーモントじゃない。チキンを食べた時のリアクション見れば分かるんですけど、あれ食べれたんですよ、ある程度。これめっちゃ笑ってん。ちょっともういいや、飲む。飲むな、めたら死ぬ。店員さん、すいません、ごめんなさい、これ中止で食べませんでした。無理です。お兄さんはどのくらい、どこまで食べますか。私はちょっとだけね。ちょっとだけ。私とどっちが強いですか。いえいえ。 OK、 Thank you。 ごめんなさい。あいつ食べれねえなみたいなこと言ってる。すみません。めっちゃ笑ってんだけど。しゃっくり止まんない。皆さん申し訳ございませんでした。身の危険を感じたんで今回に限っては中止とさせていただきます。初めてですね、食べ物を食べるという行為で手と足がしびれを感じ始めて、それで私はあ、これやばいぞって、しゃっくりが止まらないっていう、本当に申し訳ございませんでした。いつかチャレンジまだできればなと思います。ダメだ、汗びちょでやばい。もしこの動画が少しでも、こんなに辛いもの食べると人が暴れ回るんだっていうことが分かった、もしくは少しでも楽しんでいただけた方はチャンネル登録、グッドボタンお願いします。あと Twitter、Instagram、TikTok もやってますので、そちらも画面下フォロー。また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。今撮影終わってだいたい20分ぐらい休憩してんですけども、口の中の痛みはとりあえず、終わって、ただ汗、発汗、あと口の中のしびれと手と足の先が感覚がなんか変な感じになってて、こんぐらいしか食べてないんですよ。しかも何につけて食べて、なんかちょっと頭がね、それだけなんですけども、こんなにヤバくなるんで、なんかこの動画を見た視聴者さんが動画行ったところ行ってみようって言って、遊び感覚でやると多分大変なことになると思うんで気をつけてください。辛いのが強いっていう方とかぐらいにしといた方がいいと思います。今度こそ締めます。ありがとうございました。やばい、顔が疲れ切ってる、やばい。汚い汚い汚い、帰りたくない、これで帰りたくない。